群馬県道、栃木県道67号桐生岩船線は、群馬県桐生市から栃木県栃木市に至る県道である。国道50号の桐生市栃木市間における、旧道区間で、いわゆる両毛地区北部の中心となる、幹線道路である。全線片側1車線となっているが、途中足利市、佐野市の各旧市街地を通過しており、交通量も多いため、 慢性的な渋滞が発生している。同じく国道五十号9道である、栃木市から小山市までの区間は、栃木県道三十六号岩船小山線として指定されている。二千十六年現在、足利市東部では、道路の拡幅工事が進められており、いかるき町山川町交差点の間には北側に、バイパスを建設中である。桐生市足利市佐野市栃木市桐生市、 西木町十字路交差点足利市、通り二丁目交差点岩船方面を望む。写真奥、手前方向が、県道六十七号。写真右方向が、県道三十八号百十六号。写真左方向が、県道二百八号である。足利一助と三丁目五佐路の、交差点岩船方面を望む。写真奥、手前方向が、県道六十七号。 写真右翼と左右方向が主導である。栃木市岩船町西付近気流市足利市佐野市、栃木市気流市足利市佐野市栃木市。ありがとうございます。